やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。料理配信はいつもはちょっとね手の込んだものを作ってると思うんですけど、今回はお手軽な料理になると思ってはいます。キンパ、ご存知でしょうか。韓国の手巻き、海苔巻き、寿司的なものかな。まあ、今回それをゆったりと作っていこうと思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、その1、牛の細切れ。はい、たくあん。はい、にんじん。はい、焼き海苔。小松菜。それと、コチュジャン。コチュジャン。コチュジャン。それでは、始めていきたいと思います。1番。卵を溶き混ぜる。A の調味料で味付けをし、卵焼き、は？卵はあるけど、あれ、卵焼き作れるかな？工程の中に普通に卵焼きを作るって書いてあるんだけどさ。塩を小さじ4分の1杯。小さじ1杯。これ甘すぎてもあんま好きじゃないんで、こんなもんで。てか塩の量がすげえわ。すげえ塩あんなうち。てか鶏ガラスープもあるし。2個目だし、まず。みりん小さじ1杯。はい。今回はもう脂質制限とか関係ないんで、油をたくさん使っていきますよ。ごま油です、久々の。早いな、あかんか。いや、これはいい、これはいい。これは別に、ぐちゃーでいい。これはぐちゃーでいいね。ここはぐちゃでいいね。わかんない、なんやこれ、なにこれ、これなんだろう。ちょっとあれがない、ヘラがなかった。これなんだろう、これ何に使うものなんだろう、わかんない。これ何、いや悪くないぞ、よくてんじゃね、普通に見て。ほら、卵焼き完成。卵焼き完成しました。すげえ。俺、まあ、料理うまくなっちゃってるわ。マジかよ。次。一回大変すんだよね。なるぐらいよ。天才じゃない？こうやん。ねえ。すごい。人参完成。どっち使うのって何？これゴミじゃないよ。ちょ、今これゴミで遠征したみたいや。ちげえよ。フライパンを中火にかけてごま油を少々入れて、人参塩少量、ごまを入れて、しんなりするまで炒めます。はーい。しん
んなりするまでいくらしい。しんなりしてきましたね。牛肉も細かく切り、人参を取り出したフライパンにごま油を入れて炒めます。というわけで、はい、こんなもんだろ。絶対多いか。あっちい、あっちい、うまそうだな。あっちい、焼肉のタレ、タレこれね、これね、絶対白いシャツミスったな、これ。終わった終わった、白いシャツ終わった。あっちい、コチュジャンの、コチュジャンがなんつった、どっちが少々だっけ、やべ、どっちが多くてどっちが少々なのかわかんない。コチュジャンってなんだ、辛くなっちゃう、辛いかな、あかんか、辛いか、辛いと俺食べれないからな。あっち、あっち、あっち、うわぁ、うーん、小松菜はさっと下茹で、下茹で、下茹でってなんだ、下抜きで茹でるって何、シャバシャバすんの、てかまたやん。小松菜ってどこからどこまでだ、小松菜ってどこからどこまで使えんのこれ。下茹でってなんだ、なるほどね、こっちをへにゃらせるんだ、まず。わけわかんない、下茹でって何、まあいいじゃん、もう巻こう、もう巻こう、もう速度重視、これはマジで速度重視、巻ければいいんだから、とりあえず。え、何それ、俺持ってねえよ、そんな持ってないの出てきた、何その竹、竹持ってない俺。いや、マウスパッドはさ、でもこれ、いやでも悪くないか、とりあえず負ければいいから、この後衛生面も何も何も問題ない。ほら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 、マジじゃん、なんかおい、ご飯の置き方下手じゃない、大丈夫かなこれ、こうなってるわけですね、こうなってるわけですよ、はい。でここに色とりどり乗せていくだけ、やべえ、キャラ弁作ってる人の気持ちがわかるわ。で卵、うん、肉、で人参、うわ、小松菜謎だな。オッケー、オッケー、悪くない、めっちゃ見栄え良くない、いきます。待って、ん、どういうことだ、なるほどね、え、これ俺だけ、これ気づいてなかったの俺だけ、マジで想定外なんだけど、こうか、いや無理だ、もうこれは積んだ、いや積んでない、ここにロードを作ればいい、ここにまた新たな道を、いや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 、切ります。あーもうやだ
これ行くしかない。はい、オッケー。はい。ほら、これめっちゃ綺麗。笑った。マウスパッドも全然汚れてねえ。ほどけるこれメルクの包丁使っても崩れちゃう。ベベベベキンパやん。断面図がキンパすぎる。久々のスタミナ料理配信、今回作ったのはキンパでございます。皆さん見てください。じゃん。やばい、ちょっと待って、タイムリミットがある。あ、油断してると崩れてきちゃう。もう食お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 う食うぞ。キンパいただきます。うん、まっ、おいしい。ごま油の風味が効いてる。味が濃ゆくなると思ったけど、ご飯の分量がちょうどよくてさ、すごい。小松菜もシャキシャキだし、一つ一つの具材にめっちゃ味が染みてる。うまっ。キンパでした。またなんか次の料理配信の時にこれ作ってほしいとかがあったら、 DM だったりリプだったりまた次送ってください。というわけで今日のスタミジャパンの配信でした。お疲れ様でした。さようなら、バイバイ。